スキャンを開始します。ブリッジズ ID を確認します。 ID 認証クリア。施設内では武器を強制的にロックします。異常なし。よっ。カイラル通信の動作テストをしてみたんだ。カイラルノードの観測やホログラムは異常なし。だがカイラルプリンターが稼働しない。そうだ、せっかくあんたが素材を運んできてくれたのに。すまない、こちらのミスでプリンターのユニットが納品されてなかった。プリンターをカイラル通信に接続する装置だ。どうも納品の途中でミュールに持ち去られたようだ。範囲を絞ることはできたが、ミュールのテリトリーだから近づくことができない。あんたの腕を見込んでお願いだ。ミュールの収穫地からユニットを回収してくれないか。ママが建設装置に簡易観測灯を加えてくれた。この建設装置を支給品として追加してある。必要に応じて使ってみてくれ。それがカイラル結晶の回収装置だ。採取した結晶はその装置の中に格納することができる。カイラル結晶について分かっていることを伝える。カイラル結晶は金色をしている。それからまるで人間の手のひらのような形をしている。この結晶の影響のせいでその周囲の小石が浮いているはずだ。それからもう一つ、時雨が降る場所に出現しやすいんだ。いいか、ん？時雨が降る場所、周囲の小石が浮いている金色の手形、これを手がかりにカイラル結晶は探せるはずだ。優れた観察力があればどこかで見かけた経験があるだろう。依頼が受注されました。スキャンを開始します。いってらっしゃい。小さくて目視では発見が難しい。だがオドラデクのセンサーを使えば探すことができるぞ。もし遠くのカイラル結晶を探したいなら簡易観測灯のセンサーを使えばいい。サム、カイラル結晶は通常の荷物とは受け付けが違う。
リサイクルを選択するか。カイラル結晶を納品するには配送端末からリサイクルしてくれ。カイラル結晶をくれるのはカイラル濃度の高いところに現れると噂に聞いた。カイラル通信がつながった影響なんだろうか。すごいな、こんなに採取したのか。これだけあれば装備にも研究用にも使えるな。施設へカイラル結晶を提供すると、その施設のカイラル結晶の保管量が増えるんだ。配送センターなどの各施設に保管された素材は機材の作成に使える。おお、サム、親密度が上がったようだな。親密度が上がっていけば各施設で使える素材の量を増やしてもらえるだろう。よかったら持ってってくれ。ケースリペアスプレーは荷物ケースに吹きつけて使うの。特急による表面の損傷を修復する。荷物ケースが傷んできたら試してみて。武器装備作成のリストにも追加したから、必要な時は作成してね。じゃあまたな。カイラル結晶はカイラル濃度が高いところで多く出現するようだ。カイラル通信の稼働の影響もあるかもしれない。だが周辺地域のカイラル濃度は想定値の範囲内だから問題ない。今後も見つけたら採取するといい。君にも有用なはずだ。今後君がカイラル結晶を見つけたらリサイクルすることができる。その他の素材や不要品も各配送端末で受け付ける。どれも貴重な資源だ。再利用に回したり、あるいはさらなる機材開発に生かしていくこともできるだろう。武器のロックを解除します。
奪った荷物を自分たちの縄張りに持ち帰る習性がある。彼らのポストを探し出し荷物を取り返せ。単純なことだ。だが気をつけろ、彼らは武器を持っている。戦闘が避けられない場合も想定しておけ。サム、ミュールの集荷基地に近づいたら簡易観測灯を使って連中のポストの位置を確認するのが有効だ。完成しました。
基地に近づいたら連中に見つからないように行動するんだ。目立たないように姿勢を低くゆっくりと移動しろ。
衝動集団だ。以前世界はネットワークでつながった。配送する荷物の仕分けやシステムの運営は AI、 配達はドローンが担当していた。人々は配送業務から完全に解放された。しかし配送革命も、以前から言われていたようなシンギュラリティも起きなかった。自動化を極めた反動が起きた。人が不在の配送やサービスは人を不安にした。そこで配送システムの運営も配達も以前のようにやはり人が関与するように変更されたんだが、それが
配達依存症を生んだ。ミュールの生きがいは荷物だ。他人の荷物を奪って生きている。ミュールにとって配達人は格好の餌食だ。荷物を取られてはならない。お疲れ様でした。助かった。目立った傷もない。これからは気をつけるよ。この環境下で靴の消耗は早いはずだ。配送の途中で靴が壊れたら命取りになる。裸足では負荷も大きく足の怪我も避けられまい。そこでリストにブーツを追加してもらった。ブリッジズ正式仕様、君の足に合わせてある。常に予備の靴を持ち歩くべきだ。もし不意に壊れてしまったら各施設の配送端末で武器装備作成ができるぞ。
じゃあな。素晴らしいよサム、カイラルプリンターを扱えるようになったな。念のために説明しておくが、カイラル通信はビーチを通信経路として利用するシステムだ。無時間による大容量通信が可能なのはビーチを使うからだ。知っての通り、大容量データを送るには処理時間膨大にかかる。カイラル通信というものはある種のタイムマシンではないかと考えられている。つまりカイラル通信はデータを過去に送っているのだ。だが今のところその原理の全てが解明されているわけではない。ビーチのこともカイラル通信も、その意味では私たちは火を手にした原人と同じだ。役に立つが同時に危険も伴う。そうは思わないか。十分に理解しないままそんな道具を使っているんだからな。 BT はビーチがなければ来なかったはずだ。だからビーチの研究は私に、私たちに成果をもたらしてくれるはずだ。そして君ももちろん貴重な研究の対象だ。君にも研究の結果は伝えていくつもりだ。これからもね。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際は配送端末にアクセスしてください。プライベートボックスには荷物を預けておくことができる。建設装置に橋を追加したわ。建設装置で土台を作成して素材を追加することで川や崖に架けると移動が楽になるはずよ。一度架けてみたらそのありがたみが分かってもらえると思う。試してみて。
ご提供いただきありがとうございました。されました。スキャンを開始します。行ってらっしゃい。ではサム、橋を建てるために建設予定地へ向かってください。現地スタッフがすでに土台を建てた。必要な素材もある程度は収めてある。建設に必要な残りの素材を橋の土台に収めてくれるか。橋の端末にアクセスしてみてくれ。
事だサム。完成した橋は皆で共有することになる。今後他の配達人たちにとっても重要な通行拠点になることだろう。今後も通行が困難な地形があったらまず橋を架けてみろ。よし。静かな方が好きだ。Thank you.
上。世界で生きていくことはできる。だがそれだけではダメなんだ。このままでは明日がない。我々が次の世代まで命をつなぐためには BT やデス・ストランディングの脅威を乗り越えなければならない。を納品します。ありがとう。カイラル通信で配送センターに電力供給ができる。経由すればその先にもここでできた電力が UCA の役に立つんだ。荷物の状態は？信じられない。どうやって運んできたんだ？カイラル通信がつながってくれたら完璧だ。さあ、通信の通信量は建設物を建設すると消費する。親密度が上がればその分割り当てられる通信量も増加してもらえるだろう。遠征隊は全滅らしいな。一人で遠征隊の仕事をしているんだ。
あんたはすごいよ。きっとアメリは今頃エッジノットシティに着いた頃だろう。俺たちはアメリに託されたんだ。俺は第一次遠征隊の後発部隊だった。だからアメリに会ったことはない。でも参加できたことは誇りだ。お願いだ、アメリによろしく伝えてくれ。サブン、ちょっといいか。あんたの血を調べた結果が出たんだ。あんたの読み通りだったよ。あんたの血液サンプルを BT の座礁地帯に散布してみたら、奴らの活動が弱まったんだ。ただしここにはあんたのような機関車がいない。あんたが実際に試してみないとわからないが、機関車の体液は BT に何らかの影響を及ぼすのかもしれない。そこでママがこれを武器に応用すると言ってくれた。試作品がもうすぐできるはずだ。ぜひあんたにこれを試してもらいたい。サム、だとするとこれは好都合だ。そのエリアのカイラル通信接続まであと一歩、残るはポートノットシティのみとなる。キャピタルノットへ戻り、ポートノットへの支援物資を調達してくれ。まあその頃にはママの試作機も完成しているだろう。それからもう一つ、その発電所に配達人が行くのは稀なことだ。もし依頼があったなら配送を請け負ってやってくれないか。帰り道は手ぶれというのもそれはそれでもったいないだろう。その端末で依頼を。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際は配送端末にアクセスしてください。